まずはこの度の大震災により被災された方々に衷心よりお見舞いを申し上げます。この度の福島第一原子力発電所において放射性物質を外部に放出させるという大変重大な事故により、発電所の周辺地域の皆様、福島県民の皆様、さらにお客様、株主様をはじめ広く社会の皆様に大変なご迷惑とご心配をおかけしていることを改めて心より深くお詫び申し上げたいと存じます。この度の事故に伴い避難を余儀なくされている方々に当面必要な資金を保証金の仮払いとしてお支払いすることについても検討しているところでございます。福島第一原子力発電所につきましては引き続き政府自治体と緊密に連携を図りながら、また各方面からのご支援も賜りながら事態の収束に全力を注いでまいります。ともに被災された方々の支援に全力を尽くすことに加えまして、私どもの基本使命であります電気の安定的な供給に向けて全力で取り組んでまいる所存でございます。出処進退を含めた私の経営責任について現時点でコメントする状況にはないとまず申し上げておきたいと思います。経済団体連合会の副会長につきましては今申し上げましたような現在当社が置かれているこういう状況でございますので、私自身は副会長を辞任いたしたいという意向を思っております。電気事業連合会の会長につきましても同じように今申し上げましたような状況を鑑みまして、辞任させていただきたいという気持ちでございます。この具体的な、方法やり方についてはまだ決まった段階ではございません。ただ一日も早くそれを実現すべく準備してまいりたいと、このように今現在考えております。